皆さん、どうぞ、よろしくお願いします。DK です。ではね、今日も、ゼルダ、無双、厄災の目次録、11回目の方、やっていきたいと思います。では、行く前に、少しね、回避性能5%アップか。いいね、そういうのも。ただ、俺はダメージかな。ダメージが一番ね、良さそうな感じ。獲得経験値の方でもいいんやけどね。まあ、推奨レベルが23のところ、8か。8高いね。30して行こうとしてるんでね。いや、一人だけなのがなんでなんやろなっていう。大麻の騎士の出現を受け、人々が希望と期待に湧く中で、ゼルダは一人、焦燥と不安を感じていた。どれほど修行や研究に励もうと、彼女の憂いは晴れなかった。ある日もまた、心中のクリテたちと共に異物の調査に赴いたゼルダは、さしたる収穫もなく、ハイラル城への帰路に着くや。何が起こるというのだ？まあ、ゼルダな。かわいそうやな。すごくかわいそうに感じる。どうしたら、このまま私が力に目覚めなければ。その歌は。何？いきなり何やねん。いや、めっちゃ聞き惚れとったら、敵手だ！びっくりしたわ。何言ってる？めっちゃびっくりした。もう、やめろや、お前ら。いた、終わった。うわっ、危ない、来た。ほーらー。オッケー。危ね。あれ、あ、ラッシュできるかな思った。できなかった。悲しい。すげえ悲しくなった。よし、ラッシュか。よし、マッシュ、ありがとう。目標地点に向かう。嘘！ほらー！さあ！よし！まあ大丈夫でしょう。C！ ほらよっと！ V！ 何？お前か！ミスター！間違えたー！間違えたよ。まあいいや。これ、あるからこれで終わろう。それ以外、すごい、敵があっという間に、リンクを振り上げましたね。そう？もっと褒めてくれてもいいよ。もっと褒めてくれてもいいよ。そこ。さあ。で、どうなんねん。言い過ぎな。いっさ、おら。よし。まあ、これで、どこに行きゃいいんかな。うせやー。よし。お、何かアイテムが
あったんかな、木箱くらい。あ、なんかおかしい。ちょっと待って、どこに向かえばいいんこれ。いや、その前にさ、ゼルだよ。ゼルだ、どこ行ってる。上かまだ。よし。よし、まあこれいいんじゃね。ちょっと待って、ゼルだよ。そこでやらずに俺のとこ来てくれ、頼むから。逃げないで、逃げないでよ、頼むからねえ。おお、いや待って、お前ら邪魔やねんって。ゼルダが行ってまうから、ちょっと。まだいた。もうどんだけおんねん、おかしいやろ。次、よし、とりあえず終わったかな。いやもうなんで俺のとこ、俺のとこ行くねん。向かうだけでいいの俺が。それでいいやったら行くよ。もう、めんどくさい。いろいろとめんどくさい。行こう。ならもう、俺、リンクだけでも先行して行くべきかな。思ったから行かせてもらう。おたがった。待てや。待って、ミスったやないか。いろいろとミスったやないか。オッケー、さあ、さすがですね。そうか、少々焦燥感じてんちゃうんか。んーで、おお、危ない、痛い、危ない、痛い、この野郎。ほら、よし、よいっす。で、どっから行けんのかな、これ。おお、ちょい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 、オッケー。あれ、見せた。よし、ほら、あれ、見せた。これ完全ミスってる。めんどくさいからこれでいこう。よし、終わる。こういうのやっていった方がいいんだよね。おまだいた、何かいた。ほら、おっと、ナイス、素晴らしい。うん、よし、どうだ。ああ、ここか。よーし、これを使っていくぜ。なに、あ、まだ生きてる。1、2、3、4、ほら、うまくいった。大したもの使うのもいけるようになったっていう。わかりました。あれは待ってます。強くなりましたね。そうか。もうちょっと焦燥とかでかられんでもいいんやね。自分のね、ペースでいいんやね。でね、言ってる場合じゃなくなってくるからね、なんか。おそらく。ほらー、ナイス。どうよ。ほらー、うん、いける。どこかに現れるよね。だよね。よし、これで使っていけば大丈夫よ、うん。おー、出てくる。ちょ、足で開けんな。足で開けんな、お主。ん、なんなんこれ。あ、あれがあるだけなら問題ない。もう行くわ。それがいい。リンクが先行して行かないと来ないみたいやから。
よし、ほら、なんとかエルキビスローブはいけた。ちょっとついてきすぎやねん、お前は。この野郎ミスった。なんでこういうところ、ああ、ちょっと待って、見えない。よし、終わった。こいつほんまにうざかった。さあ、行こう。もうあ、ここ行けんの。あ、なんか行けそうにないなって思って行けてんね、よかった。あ、あ、オッケー。あー、あー、アイスメン、アイス、キース、アイス、何や、キースか、いや、わからん。もうこれで終わらせよ、それが早い。うん、まだいた。オッケー、ナイス。あー、取れないんか、悲しい。で、下で、あ、幽霊たち、嘘、そんな幽霊に強いんやね、このマスターソードは。いって、やめろや。よし、素晴らしい。そんな気すんね。じゃあこちら側か。うわ、ちょっと待って、痛い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 、こら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 、痛いな、もう。よし、助かる。また寄ってこられても困るから。 OK、 ちょっと待って、どこ行った。ほら、おっと、危ない。いって、ダルケルの原因はおるわ。ちょっとめんどくさいな、ちょっとめんどくさく感じているな。ほら、やった、危ない。ちょっといろいろいた、邪魔、すげえ邪魔。おい、ちょっと待て、見えない、何も見えねえ、何も見えぬわ。オッケー、行ったー。ほら、うん、よし、スマッシュでやる。いやー、助かる。目標地点に向かうのもうだいぶ時間経ってるな。あ、お前もおったな、ミファーの幻影。まあ幻影やからは大丈夫やろ、幻影やから大丈夫。ん？ああ、取れないね。お前らうざい。オッケー。さあ、ここやね。おっと、ない。セーフである。うん。あぶねえ。さあ、これで終わらせたろ。何やって？ああ、スマッシュいけた？あ、そう？ああ、そう。よし、ナイス。んーで、こっちやね。行こう。もう、コログとかも、今いいや。いってぇ！ほらー、もう、邪魔すんじゃねえ、この野郎。おっと、危ない。危なっ。怖い怖い怖い、痛い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 、やめろ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 、やめたまえ、やめたまえよ、ほんまに。いや、マジで焦るわ。ちょっと待って、怖い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 。ふん、ほら、ナイス、スマッシュである。よーし、あ、終わった。
もう言い過ぎやね。びっくりしたわ。さっきの。さあ、これで、上に行くだけか。いや、危ねえ。なんかめっちゃ現れそう。ほらーほらー、もう。よし、もうこれは使っていく。それが早い、それが早いまである。よし、ほーら、よし、ナイスマッシュ。 OK、 終わったかな。よし、一匹は終わる。うん、って、おー、危ねえ。いや、危なくはない。おっと、うん、大丈夫かな。ほら、ほら、うん、うん、よし、ラッシュこいつはまだ分かりやすいよな。しばらくかな。うお、すげえ。さあどうよ。あ、見せた。あー、無理悲しい。一時はどうなることかと思いましたが、これでれば安心です、皆様。そうですね、すべてみんなのおかげ。アイラル城への帰還。何が起こっているというのだ。帰還で。よし、いい感じに来ましたね。あ、騎士の剣来る。騎士剣来るようになったね。で、ガッツカエルとトパーズ。オッケー。はい。ハチミツ飴獲得料理。マジかよ。ルビー獲得量アップしね。これ、今の。めっちゃいいやん。検索したいときにそれちょうど良さだね。リンクはますます強くなった。それに比べて私は。とでも思ってるのかい。このところ魔物が増えているのは薬剤が近いからなのでしょう。もうあまり時がない。なのに力が目覚める兆しすら。お兄様、リンクを見て焦ってんのならそれは見当違いじゃないかい。リンクはあの剣を手に入れる前と何も変わっちゃいないよ。自分がやれそうなことには何でも挑戦する。考えてるのはきっとそれだけだ。大丈夫か。あんたも同じはずだよ。そうやってずっと頑張ってきたじゃないか。でも私は。エクノキ様も言ってただろう。焦らなくていいってさ。大丈夫、あんたは何も間違っちゃいない。自分を信じるんだ。ありがとう、ゼルボザ。自分ようやく取り戻した感じか。四神獣の砦と薬剤討伐の要たる大魔の騎士ハイラル王は五人を集めて英傑の叙任式を執り行う。人々の歓声が上がる中、式はつつがなく終わり、英傑たちはつかの間の休息を楽しんでいた。つかの間？なんだって？いや、分かってること。これで薬剤を封じるための布陣が整いましたね。
姫様と共に戦う大魔の騎士と4人の英傑さえいれば必ずや。あ、忘れとった。テレコ忘れとった。邪魔をしてはダメでしょ。姫様はあなたと違って忙しいのですから。助かるんじゃない。あなたも。さあ、だから触るな。思うなら。わかったから。もう少し。もう。日頃の行動をですね。二人とも喧嘩をしないで。いや、本当に喧嘩してたっぽいね。姫様がお優しいからと言って、まったく、あなたというガーディアンは。ねえ、ダルケルさん。この前の話だけど。うん、鍛えてほしいって話だな。俺はいつでもいいぜ。ありがとう。私ね、もっと強くなって。彼を。その。思い人、ああ、やばい、兄さん。クリナ、僕を巻き込むな。他ならよそでやってくれ。こら、お待ちなさい。どれがよちか。おい、よせ。リーバル、かっかまえ。リーバル、飛んでいきやがった。ちょっとそんな感じやと思った。そんな感じかな、思った。思ってしまった。つかの前ね、ほんとね。さあ、終わりかな?ぽいね。あ、今回はじゃあこれで終わりますかね。ちょっと、時間短いですけどね。いつもに比べて。いつもに比べてね。これぐらいが普通でいいんよ。これぐらいがてか、いっぱい出すぎやねん!いっぱい出すぎやねん!やめろやアクネトリで?アクネトリで奪還戦。あ、ここあったね。あれでもね、ブレスオブザワイルドでもね、雷に打たれて死んだよね。覚えてる。覚えてるよ。すごい覚えてるよ。めっちゃ怖かったよ、あそこ。何?どうした?落ちくぶ決めるのチアランス。いや、いらんから。どっちみち行くからできへんやん。まあ、今回はこれでね、終わらせていただきますね。ご視聴の方ね、ありがとうございました。ありがとうございます。